じゃあ生き抜こうは無理ゲーだったな。でもさんと言葉で兄貴を守って死ぬんだ。俺にしてはいい方かもな。その瞬するかのような獰猛な声。てめえは？そう、そこに現れたのは想像しうる最悪の男だった。朝倉をやってくれたみたいやな。お前ら皆殺しや。現れたのは天王寺組木戸派のトップ木戸丈一郎。念仏を唱える暇も与えへん。こりゃまずいな。神さんどこ行った？天王組にとって最悪の一日となる。